皆さんこんにちは、シューチャンネルです。撮影日が7月8日ということで、本日は上野駅で温めてた企画をやろうと思います。4月ぐらいに常磐線 E531系の10両編成の D423 編成に赤帯のラッピングがされましたよね。あのラッピングは勝田車両センター60周年を記念して登場しました。そのラッピングを未だに撮影してないので、本日撮影していきます。実は5両編成の K451 編成にも赤帯ラッピングがいるので、その編成とペア同士の運用の日に撮影したかったんですが、なんと K451 編成が故障により運用を離脱しました。現在郡山で修理を受けています。というわけで、今回は青電と赤電の混合の撮影にして、次回は赤電同士の撮影をします。ちょうど青帯の E531系が発車していきました。初当駅上野からのお知らせとなります。常磐線の快速発車駅でございます。あ、そっちから来るんですね。勝田寄りが付属編成なので、青帯の E531系です。後ろは赤帯の E531系です。ということで、赤電の E531系10両編成が来ました。京葉線と違って色が濃いですね。なぜ赤帯なのかというと、勝田車両センター創立時に配属された401系の塗装をイメージつかせるためだからです。5両編成の K451 編成にも2021年11月にラッピングされてます。その動画も2年前に投稿してるので、よかったらご覧ください。せっかくのでボックスシートに座って、日暮里駅までの1区間乗っていきます。本当はもう少し先まで行きたいんですが、時間の都合上仕方ないです。この赤電ラッピングは2026年度末まで運行するので、乗りたい方は運用情報などで調べてぜひ乗ってみてください。まもなく発車します。11号車から15号車までは途中の土浦止まりです。
すごい！カーブしてるから後ろまで見える。偶然カシオペアにも遭遇しました。今日カシオペアの運行があるということは、京浜東北線川口駅で撮り鉄が集まってそうですね。日暮里駅に到着しました。ほぼ徐行運転だったので走行音はいまいちだったかもしれません。赤電と青電が並びました。これで本日の動画は以上となります。ぜひ高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。